はい、こんにちは。ここは高知城のね、裏山ですね。ゆっくりと紅葉を見ながら登っていきたいと思いますけど、高知はやっぱ暖かいですね。まだ少し緑がイチョウに残ってますもんね。やっぱり暖かいんですね。先月北海道に行ってきましたけど、やっぱり雪が積もってましたもんね。もう、夜中にはもう0度近くになって寒かったですけど、高知城はね、この上に天守閣があるんですけど、県庁の真裏になるんですね。県庁の背中、県庁が高知城のお城の、こう敷地の中に立っているっていう感じなんですね。こういうその階段で登る、本来昔はね、お侍さんはここを登っていったんですけど、これを登ると息が切れる。でもこっち登るかこっちの方が紅葉が綺麗そうだな。いや、こっちが綺麗な、あそこまで行ってみようか。よいしょ、ちょっと待ってください。よいしょ。はい、こんにちは、お久しぶりです。よいしょ。はい、そうか、カメラのレンズを磨くのを忘れてたな。よいしょ。しばらくね、自宅に、こもってずっと裁判の書類を書くということで、今年の春からずっともう取り組まなきゃいけないということで取り組んでるんですけど、紅葉を見ながら行きましょうかね。間にちょっと本山町の自宅というか、ふるさとの町は、家を譲ってくれるという叔父とですね、叔母の調整がつかずに、私がもう引いて出ることにして、で東京経由で北海道に行ったんですけど、鴨江内村とか岩内の方に行ってきたんですけどもね、見事ですね。もう最低限の用事だけ北海道でやって、あとはね、もう極力人に会わないようにしてたんで、ちょっと何やってるのか分かんない状況で、東京も出歩けないし戻ってきて、結局は高知市内の、この高知城の近くにいる、家族の住んでる自宅に戻ってきてですね、そこで裁判の書類を書いてるということですね。コロナですから、もうどこも移動もできないし、裁判に集中するということで、仕方がないですね。というか、どうせやらなきゃいけないし。はい、これがね、高知城の一番こう下側、お城のこの石組みの一番下ですね。ね、この辺りは組み直したんじゃないかな。こっちはほら苔がついてるけど、日陰になってる、この木の具合もあるんだろうけどね、上に木があるから日陰になってるところは苔があるけど、こっちはね、だいぶ組み直した、最近組み直した、工事をしたから、こうちょっと苔とかが落ちてるような感じですかね。今日は土曜日だから、ちょっと観光客もいるのかなっていう感じですね。とにかく人から離れて、一応マスクも持ってきてるけど、
よいしょ、するか。人がぼつぼつ出てきたんでマスクをしましょうか。天守閣が見えてきましたね。よいしょ、はい。今日はまあ土曜だからやっぱり観光客がちらほらですね。以前ほどじゃないけど、よくここはね、散歩で登るんですけど、最近は来てなかったから。ちょうどですね。ね、これこうやって水、雨水が流れるように当然。昔の人がいろいろと整備してるんですね。この階段はね、歩幅が広くてきついんですよ。だからこのスロープを登っていく。これはね、消防団の時にずっとここをポンプ車で登ってたんですね。まあ、ちょっと筋力も落ちてるんで、スロープをのんびり登っていきましょうか。あ、カンツバキがある。カンツバキ、違う。サザンカの白いの？よくわかんないな。よいしょ。これがね、県庁ですね。県庁の後ろ側。よいしょ。まあ長いことね、反政権という、リベラルというよりも、私が活動し始めたのは民主党政権の時ですからね。外に出て街頭演説とかして、全国遊説して、国会の周りで、脱原発だとか陸山会事件は冤罪だって言い始めたのは、菅直人政権、民主党政権の時ですからね。まあ要するに私はその反体制みたいな活動をずっとやってきたんですけど、まあどういうかな、野党統一のね、仕組みを作って、というのはもうその、僕はね、自民党でもない、当時民主党でもない、民主党がダメなら自民党に戻るのかっていう、そりゃダメでしょうという、まあ、活動をして、市民活動家として、自民でも民主でもない、当時のね、2011年原発事故の前から活動を始めて、まあ、当時の民主党政権はダメだと、菅直人なんか引っ込めと、で自民に戻るのかって言ったらそれもダメだと、民主党がダメなら自民じゃなくて市民を中心とした政党を作らなきゃいけないということで活動を始めたんですよね。でしかし、まあ維新がね、マスコミにどん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 もてはやされて、たった5人の国会議員しかいないね、当時の維新が。マスコミにもてはやされて、
まあそういうマスコミっていうのはその記者はね一生懸命やってるけど、望月磯子さんだとか、まあ東京新聞、朝日新聞とかいろんないい記者もいるんだけど、新聞の経営陣っていうのはね、もう大きなその経済圏の中にいて、自分たちのその新聞の会社社員をどう雇っていくかっていう、もう経営の方になると、政府の政策を迎合せざるを得ないということで、まあ維新が当時2012年安倍晋三政権が誕生するまで、維新がこう、僕らは未来の党で言ってたんだけど、それをこう潰す格好でマスコミが維新を宣伝してね、未来の党なんか全然報道されなかったですよね。まあそんな感じで、その後野党統一が必要だって随分やって、まあここのとこ野党統一が形ばかりできそうなんで、はい、着いた。これが天守閣のあるスペースですね。よいしょ。まあ私はいつもこの隅っこに行くんですよ。このね、まあ野党統一を随分進めてきたけど、それはまあ要するに自民党と対決するには野党がしっかりしなきゃいけないということでやってきたんだけど、まあ昨年の高知県知事選挙に出る出ないの時に分かったんだけど、やっぱりその立憲民主党とか、まあ要するに旧社会党陣営、民主党陣営と共産党がくっついてやったとしても、労働組合とか旧来のその政党を中心とする枠組みの中でしか物事を考えられない、まあ、要するに普段付き合っている仲間内でポストを分け合うっていう考え方しかないんですよね、野党もね。だからもう私としてはもう、よいしょ、ちょっと脱ごうか。よいしょ。はい。よいしょ。私としては、まあ、自民と非自民の野党統一でいいんじゃないですかと。で、私はやっぱり一番やっぱり当初の動き、自分自身が素直に考えると、反政府でやるのは政府が悪いから、その政府の悪いところを指摘するんで、まあ、いい政府を作りたいという意味合いですからね。だからまあ是々非々で今後は自民でも野党でもない、中間の本当にど真ん中のね、政党色に関係ないというか、要するに右左どちらでもない、原発は右にも左にも反対する人はいるし、いらないでしょうと。で、高知白バイ事件も陸山会事件の冤罪も、右も左も関係ない、政策でしょうと。冤罪っていうのはイデオロギーに関係なくダメですからね。原発も、私がやってることはね、原発も冤罪事件もどこが政権を担当しようがダメなんですよ。危険だとか、その 法の根幹を腐らせると、法の支配そのものが行き届かなくなってしまうと、法治国家足りえないという、まあ一番の根幹の政策をやってるんで、右も左も実は関係ないんですね、私のやってることは。ただまあ野党がちゃんとしないんで、
野党統一でやんなさいよと、まあ共産党を中心に言ってきたわけですよ。もう共産党いい加減に邪魔すんなと。もう共産党がいつまで経っても小選挙区の沖縄以外にね候補者を出しているようでは、こんだけ自民党安倍晋三みたいな変なものを作っちゃうんだよということを、ようやく共産党も私の言うことが、まあ、あいつらあの賢すぎて分かんないんだね、僕なんかバカなんだけど、バカすぐ分かるんだけど、共産党なんていうのはあの賢すぎて分かんないね。まあで共産党で分かってる人もほらもう組織に飲み込まれるから、まあ、基本的には共産党も自民党も組織としては組織支配という意味では一緒ですよ。まあそういう意味では悲しいかな、共産党でどんなまともなことを言ってる人も、自民党で脱原発だって言ってる人も党がこうだって決めたら右へ倣えですからね、まあ、そういう意味では組織というものが一番ダメだという、まあ、根本的な問題があります。で私はだから常に一人でやってるわけなんですね。で、まあ、中道行きます。はい、並木高道さんですね。いつもありがとうございます。はい、高知のね自宅、高知市内の自宅で家族と一緒におります、裁判の書類をずっと作っております。でおいおいお伝えしていきますけど、今日はね散歩に、運動不足なんで、高知城を見に散歩に来ましたね。そうだね、この前裁判、裁判で言うと、私があのリゾートホテルの社長をしている時の裁判が一審高知地裁で随分進んでまして、もう今度最終弁論書面を出す、順番なんですね。でこの前、証人尋問が行われた。まあ、証人尋問というのはその一審の大詰めで行われるんですけど、で私あの解任されて5年なんですけど、初めてようやく私を解任した時の株主総会の内容が詳しく分かった。今までね概略しか分かってなかったんですよ。でようやく分かった。で、どういうかな、まあ、あの株主がいて、まあ、私と最初は良かったけど、まあ資金不足に陥ったんだか何だか知らないけども、まあ、私と半目になって私を解任するんだということで、私が雇っていた女性をね社長にするということで、あの株の 75% をその株主が持っていて、東洋町の町長が 25% を持っていたので、これが天守閣ですね。この下まで行けるんですけど、まあ今日はいいでしょう。あんまりもう人のいるところに近づかない。ちょっと太陽が眩しいけど、まあまあこのぐらいかな。よいしょ。私がリゾートホテルの社長をしてた会社はですね、その私の元友人であった株主が 75% で、東洋町地元の町が、25% 株を持ってたんですね。で、まあ、その株主の男性が私とうまくいかなくなって、まあ、私が雇ってた女の子を気に入ってたんで、その子を連れて、東洋町の町長室に行ったと。そこで株主総会をやったっていうことまでは分かってたんだけど、まあ、解任された。その理由、その中の会議の様子っていうのは分からなかったんですよ。だから証人尋問で、その私が雇ってた女の子は今現在その会社の社長ですから、会社の社長として証人尋問して、
で東洋町の当時の担当の総務課長だった人をですね、証人尋問、私が原告として直接質問してですね、私が原告ですから、で被告の会社の代表者、その女性の今の社長ですね、元私が雇った従業員で、東洋町の、担当者の当時の総務課長、この3人を証人尋問したわけですね。で私は原告で、裁判官とか相手の弁護士から質問を受けて答えた、で私は被告のその女性社長に対して、質問をして、で、まあ、相手の弁護士もそれから裁判官も質問すると。で、東洋町の当時の総務課長にもやっぱりこう質問すると、みんなが質問するということで進んでいって、で私はね、結論としてその分かったことは、私が解任された時にその私と対立した株主が、まあ、私憎しでその女性、今の社長であるとか東洋町の町長であるとかをまあ騙して私の解任に引きずり込んだんだ、引っ張っていったんだと、私を解任したんだというような、考えを持ってたんですけど、いやいやいや、蓋を開けてみたらびっくり、その女性の今の社長もですね、東洋町の、まあ、結局は町長なんだけど、積極的に私の解任に、協力していたということで、と思ってね、つまんない話なんだけど、よくよくその話を聞いてみると、まあ、結局のところその女性の今社長やってる子は、当時小学校6年ぐらいの子供がいて、まあ旦那さんとは離婚して早くに別れてたんで、子供を一人育ててるっていうことで、私が社長の時は午前中を主体とする勤務で月10万円だったんですよね、早番で。で、今は社長として25万円もらってると、月15万円の差があるんですね。これは大きいですよね。だからやっぱり金銭の差で付き従っていったんでしょうね。それから東洋町長はですね、非常に積極的に私を解任することに協力していたんだけど、どういうかな、ちょっと待って、まあちょっと待ってね。はいはい、東洋町長が私を解任することに積極的に、協力していたんだけど、ということが分かったんだけども、本当は私は騙されたと思ってたんですよ、株主にね、東洋町長は。ところがそうじゃなくてですね、積極的に私を解任していたということで、のいや、もう理由は一つしかないんですね。私と東洋町長の接点というのはもうほとんどないので、ああこんなに敵意を持ってたんだなって言ったらもう一つしかない。それはね、それは私はそのリゾートホテルを元の町長の沢山康太郎さんっていう、まあ、反原発の、高知における親玉みたいな人で、まあ、2006年その東洋町で、高レベル放射性廃棄物処理問題、今北海道の神恵内村と寿都町が手を挙げている核のゴミ問題ですよね。これに東洋町が16年前に手を挙げた時に、隣の市の室戸市っていうところの市会議員だった沢山康太郎さんが立候補して町長に当選して、その案を潰して、で4年後の選挙で今の町長に、それは2011年の選挙で沢山さんが負けて、今の松延っていう町長になったんですね。
でその4年後2015年の4月にも再度沢山康太郎さんと今の松延幸弘さんという町長が1対1でね2回目やって、やっぱり現在の松延町長が選挙で勝ったんですね。それが2015年の4月で、私がねあのリゾートホテルの経営をその沢山康太郎さんから引き継ぐ形で、自分の知り合いのその男性に株を買ってもらって、で結局経営者がいないので私がそのリゾートホテルの経営に当たることになったんだけど、それがその沢山さんと今の松延町長が5年前に2回目の選挙、もう1対1の選挙、激しい選挙2回やって、両方とも今の町長が勝ったんだけど、その2回目の選挙が4月で、その8月の終わりにもう私はあのホテルに住み込みで経営引き継ぎに当たってたんですね。だから同じ年の4月に選挙があって、8月に私が後継者としてホテルに現れたものだから、まあこの松延っていう東洋町長は私のことをホテルの経営者の沢山さんの後継者だけれども、私の経歴は選挙とか多いので政治的な後継者だとやっぱり思ったんでしょうね。まあそう思うでしょう、そう言われてみりゃそう思うでしょうね、あなんだそうだったのかって、そう考えたらああなるほどなと、そう思ってたんだなということで、まあ理解しましたけどね。私はほら割とこう人のことをあんまり悪意に悪意に考えないもんですから、自分が割とこうあのどんくさいところがあって、割とこうなんかポカンとした、まあ騙されるまでは信じるみたいなところあるんで、あのどんくさいんですよ。要するに割とこうなんていうか子供っぽいところがあるんですね、私はね。でこうまあその以前雇っていた今のそのリゾートホテルの社長の女性にしても、それからあの東洋町の町長にしてもですねまあその男性株主と私が激しく対立してたから、あの騙されたんだろうというふうに考えてたんだけど、いやそうじゃない、もうその女性の今の社長も東洋町の町長も積極的に私の解任に協力していた。まあその男性株主が藤島こんなことしたんだあんなことしたんだって、まあ嘘800言ってるわけですよそれをあのそうですねあってこう信じて、もう追随してそれを信用して全く調べることをしてない、つまりもう何のなんていうかな、調べもしてない、確かめもしてない、とにかく自分たちのその利益が藤島を解任するってことで一致してたんですね、その男性株主と今の女性社長とそれから今の東洋町長はですね、私が解任されるっていうことで、女性社長は給料が10万円から25万円に上がるという結果を得た。で今の町長はその当時までに2回も、選挙をした沢山康太郎さんのホテル経営の後継者として私があの急に現れた。それが、4月に選挙をして、その年の8月の終わりにもう私がホテル経営の経営を引き継ぐと、沢山さんの後継者だと、まあ、いうことで私が急に現れたんで、まあ、ホテル経営だけじゃなしに政治的な後継者だという認識に至ったんでしょうね。あ、野の花さんコインありがとうございます。じゃあ伸ばしましょうかねというかでもね歩いて降りなきゃいけないんで、このコインはね夕方使わせてもらうかな、はい、まあ重要なところはお話ししましたんで、また夕方このコインを使わせていただきます。ありがとうございます。